安住は、中華民国の外交官、政治家、司法官、弁護士。中華民国維新政府、王朝明政権の要人。別号は、務清氏。日本に留学し、京都帝国大学で、法学士の称号を取得した。帰国後は、北京政府でまず外交部主事に就任する。以後、1913年1月、石膏商工等審判長上長に任命され、 11月、辞任する。1914年3月、直令省高等審判長上長に任命され、1920年9月まで、務めた。間もなく、処理河南省高等審判長上長に移動したが、翌月に早くも辞任した。後に、天津市で弁護士を開業する。中華民国維新政府成立後の1938年4月。 安住はその外交部次長に任じられたが、6月、一旦辞任している。翌年2月、外交部長の陳が国民政府の特務に暗殺されると、4月から8月まで安住が処理部長を務めた。ついで処理実業部長に転じる。1940年3月、一新政府が王朝明の南京国民政府に合流すると、一旦は立法委員に任ぜられる。 しかし同年末、安住は、初代中満州国大使に任命された。1943年2月まで、この地位を務めている。一旦大使在部弁事となり、1945年5月に、王朝明政権最後の中日大使に任ぜられた。日本敗北、王朝明政権崩壊以後は、安住は、行方不明となっている。ありがとうございます。